はい、小学1年生の時に、兄2人に連れられて一緒にサッカーしたのがきっかけです。どんなこと？毎日グラウンド行って兄の友達とずっとサッカーしてました。僕が PK で PK 外して負けた試合、小学5年生の時からもうすごい印象に残ってます。僕自身ずっと試合出たり出なかったりで、うまくいく時期の方がすごい短かったというかなかったんですけど、うまくいかない時こそ頑張るっていうか、自分見つめ直す時間にしてより良くする努力をし続けるってことが大事だと思います。まず自分の好きなことを見つけて夢中になって取り組んでいくことで夢を叶えることに近づくと思うんで、頑張ってください。ありがとうございます。